さあ、まずはですね、今回鬼滅の公式さんからこのように遊郭編の追加情報が入りましたので、ご紹介したいなと思います。今週から放送の特別編集版鬼滅の刃遊郭編には新規要素といたしまして、新規提供バックイラストを追加と。で、番組の最後には鬼滅の刃絆の奇跡、そして柱稽古への公開を受け、劇場公開にスポットを当て、5周年を振り返る特別映像も放送しますということで、これ後半がやばいんですけどもね、5周年を振り返る特別映像を放送しますということでね、まずは17日ですかね、そんな感じでプロモーションリール的な何かが公開されるんじゃないかなと思っておりますね。で、今回動画の方では24日について取り扱っているので、もしかするとなんかね、17日と24日で両方とも新たな PV っていうのが解禁される可能性が非常に高いのかなと思っておりますね。そんな感じで動画の本編ご覧ください。どうぞ。いやー、かなり熱い情報が入ってきておりますよと。いうことで本日は、そんな柱稽古編のテレビ放送に関する情報を、お届けしていきたいなと思います。はい、ということで今のうちに高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。さあ、それではもう早速やっていきましょう。はい、ということで柱稽古編。現時点で公式から発表されている放送に関する情報は、こちらの2024年の春から放送開始、そして初回1時間スペシャルのみとなっておりますね。では、2024年の春から放送開始の春とは一体いつのことなのか、4月それとも5月ということで、まあ、具体的な放送日が知りたいですよね。第1話の先行公開も始まりましたし、もう2月ですよと。さすがにそろそろ明確な発表が欲しいですよね。さらに柱稽古編っていうのは未だに予告 PV やキービジュアルの公開っていうのも全然なくてですね、実はアニメ化決定以来 PV などが更新されていないんですよね。つまりですね、現時点ではテレビ放送に関する詳細は全くと言っていいほどに解禁されていないんですよね。ではそんな詳細っていうのは一体いつ発表されるのかということで、それがなんとこちらの日となっております。はい、2024年の2月の24日土曜日ということで、この日に柱稽古編の明確な放送日がいよいよ解禁されるんじゃないかなと思っているんですけども、今回理由といたしましては、遊郭編のテレビ放送ですね。実はなんとこの日ですね、フジテレビでの鬼滅の特別放送がすでに決定しておりまして、具体的には鬼滅の刃遊郭編のテレビ放送が3時間ほど放映されるんですよね。で、そして24日はそんな最終回までを放送するということで、放送後に何かの発表があるのではないかなと思うんですけども、個人的には予告 PV などをテレビで初公開するんじゃないかなと思っております。で、またですね、今回この時期にフジテレビでの特別放送が決まった理由っていうのがかなり怪しくてですね、先日いきなりこの放送が発表となっていたんですよね。何の前触れもなく鬼滅の公式ツイッターより発表となっていたんですよと。いやー、これはもう怪しすぎるということで、今回ただ放送するわけではなさそうなんですよね。つまり今回のテレビ放送に合わせてですね、新予告 PV やキービジュアルを公開する可能性っていうのが非常に高くですね、いよいよそんな2月の24日に柱稽古編の明確な放送日が解禁されるんじゃないかなと思っております。はい、昨年のように新予告
ップ PV の映像とともに何月何日から放送開始と発表されたら嬉しいですね。はい、いや、そんな感じでテレビ放送がめちゃくちゃ楽しみですね。さあ、そして間もなくですね、そんな遊郭編の特別放送が開始となりますということで、具体的な放送内容を見ておきましょう。今回遊郭編はフジテレビ系列にて2週連続放送が決定しておりますということで、そんなまず前編第1話の方がこちらで、2月の17日の土曜日の夜9時から土曜プレミアムにて放送、特別編集版鬼滅の刃遊郭潜入編となっております。で、具体的には第1話から第5話までちょうど滝との戦闘が激化していくところまでですね。さあ、そして続いては後編第2話がこちらの方で、2月の24日の土曜日の夜9時から土曜プレミアムにて放送、特別編集版鬼滅の刃遊郭決戦編となっております。さあ、そしてこちらではですね、第6話から第11話最終回まで、あの伝説の宇髄天元 VS 牛太郎の最高の決戦編までですね。はい、ということでそんな感じで遊郭編が間もなく放送開始ですね。同時視聴の方も行いますので、お楽しみにと。はい、2月の24日いよいよ放送日が発表となるのでしょうか。さらにね、新予告 PV の方も公開となるのでしょうか。そちらの方も期待しておきましょう。はい、では皆さん、また次回のところでお会いしましょう。うっばー。